2番の糊しろの面にボンドを塗ってください。この2番のこの点線に合わせて正確に2番を貼ってください。次にこの3番にボンドを塗ってください。この時にこうパタンと閉じて成り行きで3番を貼ってください。しっかり貼ったところを指で押さえます。こんな感じになります。